このスバ。私から仕事のやり方を盗むのがどうしてチョムちゃんのためなのよ。実はチョムスケは前の飼い主にひどい扱いを受けていてな。え？俺たちはそいつから逃げてきたチョムスケを保護したんだ。その時のチョムスケは痩せて毛並みもボロボロで、それにほらこの羽、猫なのに珍しいと思わないか。これも前の飼い主が無理やり。そうだったの。道理で珍しい猫ちゃんだと思ったわ。俺たちはどうにかしてチョムスケを元の普通の猫に戻してやりたい。だがこの羽を取る手術には莫大な金がかかるらしい。だから私から仕事のやり方を。金を盗んだ方が手っ取り早いかもしれない。だけどそんな金でチョムスケが喜ぶはずがない。俺は真っ当な方法で金を稼いでチョムスケを元に戻してやりたいんだ。だってチョムスケは俺の家族だから。ゴミと言ったこと謝らないといけないわね。チョムちゃんのことをここまで考えていたなんて。動物に優しくできる人に悪い人はいないわ。私って昔から犬や猫に嫌われることが多くて。まあ動物は人間の本質を見抜くって言うからな。あ、チョムスケが爪立ててる。痛い。チョムちゃんはそんな私に懐いてくれた数少ない猫。チョムちゃんのためならいくらでも協力するわ。それじゃあ教えてあげるわよ、仕事のやり方を。言うなればトレジャーハントの課外授業ね。仕事中は私のことを先生と思うこと、そして先生の言うことは絶対よ。もちろんだ。早速仕事に行こうぜ。いえ、その前にチョムちゃんをなでなでさせてちょうだい。はい先生、どうぞ。今回のトレジャーハントの難易度は高いわよ。貴族が汚い手口を使って入手した宝石がターゲットなの。もともとはこのハントを依頼した人の宝石らしくって、エルロードのカジノの金庫に保管されてるから、それを取り返すのが目的よ。警備も厳重だろうけど、なんとか侵入しないと。侵入したついでに宝石と他のお宝もいただくわ。ちょっと待ってくれ。他のお宝もいただくというのはトレジャーハントではなく泥棒。トレジャーハントよ。文句あるかしら？いいえ、もともと悪い貴族が汚い手口で入手したものなんだから、私たちがもらったとしても文句は言えないはずよ。悪者を懲らしめる世直し、いいですね。どうしためぐみ、やけに乗り気じゃないか。カジノに潜入なんて胸が躍るじゃないですか。きっとかっこよく華麗に。ここは眠らない街、エルロード。ざらつく都市の真ん中にそびえ立つ難攻不落の黒き要塞にトレジャーハンターたちが挑む。そろそろ時間ね。アクア、メグミン、ダクネス、準備は良くて？もちろん。警備は厳重のようだけれど、私たちに潜入できない場所はないわ。だが、捕まれば激しい拷問に遭うかもしれない。成功しても失敗しても楽しめそうだな。捕まるはずありませんよ。我が名はメグミン。
爆裂魔法を操りし、トレジャーハンター。悪くありません。ええ、悪くありませんとも、トレジャーハンター。盛り上がってるところ悪いけど、実際はそんなに目立たないし、地味なものよ。気にするな、こいつは妄想癖のある子だから。まあいいわ。ところで全員、トレジャーハントは未経験よね。仕事を一緒にするなら、いくつか条件をつけさせてもらうわよ。まず、私の命令は必ず聞く。そして、嘘をつかない。私、反抗的な人は嫌いなの。最後に、報酬の分け前は働きに応じて私が決める。この条件、飲んでくれる？ああ、もちろんだ。それよりも作戦を聞かせてくれるか？それはエルロードに着いてからね。出発は3日後。各自用意をしておくように。ねえねえ、固い話は置いといて、臨時パーティー結成を祝して乾杯でもしましょう。それもそうね。私が誰かとパーティーを組むなんて初めてのことだわ。すみません、シュワシュワ4つとジュース1つお願いします。ああ、私もシュワシュワが飲みたかったのに。チクショウ、あの女、自分の飲み代まで俺に支払わせやがった。たんまり金持ってるくせに。仕事を手伝わせてくれって頼んだのはカズマさんでしょ。それくらい必要経費じゃない。それはそうだけど。お、あれ、誰かと思ったらカズマたちか。この時間まで仕事か。踊り子も大変だな。今後のスケジュールについて支配人と話をしてたんです。大変だけど充実してますよ。ファンも増えてきたしね。しばらくしたらまた別の町でショーをしようかしら。いい顔してますね。まるで爆裂魔法を打った後の私のような。充実しているようで何よりです。まあ充実はしてるよ。ただお、何か気になることでもあるのか？いや、気になるというほどでもないんだけど、最近ちょっと変なお客さんが来てて。変ってどんな風に？このところ毎日のように来てくれる人がいるんだけど、他の人たちとは違って様子がおかしいんだ。ファンじゃなくてもおかしなやつなんてたくさんいるだろう。ほら、アクシズ教徒たちを見てみろよ。それもそうだな。考えすぎか。ちょっと、うちの信者たちをあんまり悪く言わないでほしいんですけど。すまない。そんなつもりはなかったんだ。まあ、あんまり気にしすぎるなってことだ。明日もショーだろ。頑張れよ。ありがとう。また招待するから遊びに来てくれ。ショーか。トレジャーハントの仕事を覚えて、借金がなくなったらまた行きたいな。この巣場